What's up guys, Ken です。サフです。それで、ね、今回ですね、めちゃくちゃいいカーディガンね、見つけたんで紹介したいと思います。これのね、やっぱいいとこはね、シルエット感と、あとサイズ感、うん、こだわりが半端ない。すごい、熱がすごすぎですね、うん、そうなんだよ。ということで、今回なんですけど、はい、こちらなんですけど、これバーバリアンのカーディガンということで、はい、うん、まあ、うちらなかなかカーディガンそこまで着ないんだけど、だ、ね、今回ちょっと秋物を探してるにあたって、うん、ちょっといいのねえかなってことで探してたのね、うん、で、今回見つけたのが、うん、こちらのバーバリアンの、うん、まあ、カーディガンっていうことなんですけど、うん、まずこのバーバリアンっていうブランドなんだけど、うん、まあ、基本的にはね、結構ラグビーのラガーシャツ、うん、ね、このボーダーのやつ、あれをメインで作ってる、うん、まあ、ブランドで結構有名なんだよ、そこの界隈では、うん、でバーバリアンはカナダで1981年にビル・ハートルっていうね方によって生まれたブランドで、初めはね2台のミシンと6人のスタッフだけで始まったブランドになります、うん、はい、まあ、さっき言った通り、まあ、ラガーシャツを、まあ、メインで作ってるんだけど、その創業者が今のラガーシャツにもう満足できないということで、うん、もう俺が最強なの作ってやるということで始めたブランド で、うん、でカナダにあったその輸入品の、まあ、ラガーシャツとかを全部ね集めて、うん、全部解体して、どういう作りしてるのかとか付属品どうなってるのか全部調べ上げて、それから生地とか全部縫製こだわって自分たちで作ったという、すごいっすね、逸話を持ってまして、すごいよね、こだわりが半端ない、すごい、熱がすごすぎるっすね、うん、そうなんだよ。でこのカーディガンもその昔からラガーシャツともにね定番品として、うん、まあ、作られた商品なんだけど、うん、これね買って、まあ、着た時めちゃくちゃ良かったの、マジで。そう、やばかったね、これ、まあ、これすげえいいじゃんってことで、うん、今回紹介したと思うんだけど、うん、で、ここのね、タグもね、これ面白いのが、バーバリアのね、この、やっぱラガーシャツがメインだから、そう、このキャラクターがラガーシャツ着てるんだよね、うん。で、ラグビーの感じになってて、うん、そこ見れば、このラガーシャツがルーツになってるってのがわかるよね、うんうん。あといいところはさ、このメイドインカナダが、今もなおメイドインカナダのことが、ね、いいんだよね。いいですね。品質こだわってて、しっかりとそこでメイドインカナダでやってるっていうところも良くて、うんうん、で、品質いいところの一つとして、やっぱ生地がめちゃくちゃ良くて、そう、北米でちゃんと捉えたコットンを厳選して使ってて、うん、この生地が12オンスのヘビーデューティーなコットン使ってるってことで、うん、めちゃくちゃね、これ見た目だとね意外とこうふんわりしてんじゃないかなみたいな感じだけど、うん、結構バキバキのコットン地、ね、だけどしなやかみたいな、 でうちらが好きな、そう、あの USA コットンの、うん、ドライ感、ね、ドライ感ありながら着心地めちゃくちゃいいっていう、そう、これをね着てほしいな、マジで。これは着てほしいっていうか、手に取ってほしい、これ。そうだね、本当に分かるな、これ、うん、すげえ生地いいなって、そう、僕が分かる、うんうん、でカーディガンってさ、結構イメージ的にはさ、ウールとか、うん、そういう系の毛のね、イメージがあるじゃん、うん、でもこれコットンだから、うん、その見た目もやっぱりね、他のカーディガンとは異なる感じで、素材感もやっぱその質感も全然違うよね、うんうん、だからコットンだから結構オールシーズンっていうか、結構なシーズンでいけるよね、確かに、うんうん、だからそこもいいところ、うんうん、っていうね、簡単に説明していこうと思うんだけど、うん、すごいシンプル、はい、ね、うん、見た目は普通にカーディガンで、前にボタンがついてて 1,2,3,4,5 個ついてます、はい、で下の2個はちょっと間隔が短い感じになってて、裾がね、こうリブと思いきや、ここはリブじゃないんだよね、うんうん、リブじゃなくて、この袖はちゃんとリブ仕様になってます、うんうん、で、後ろもね、こんな感じでめちゃくちゃシンプル、そう、うんうん、な感じのデザインで、そう、まあカーディガンだからここがこうなってる感じですね、うんうん、で、袖部分に、ここに、一応タグがついてて、ここにも、バーバリアンっていう風になってます。はい、で、ここに、ね、一応ラグビーウェアだからね。分かれたんだ、うん、本当に。まあ、本当にこれシンプルだから、うん、めちゃめちゃ着やすいんですよ。そう、着やすい、うん。なんかね、ごちゃごちゃあっても嫌だよ、これ、やっぱり。そうなんだよね、うん。うん。そこもすごいいいとこだね、これ、うんうん。で、これのね、やっぱいいとこはね、シルエット感と、あとサイズ感がめちゃくちゃよくて、うんうん、今回実は L サイズなんだよね。はい、で、L サイズ俺でかいかなと思ったんだけど、そんなことない、うん、まあ、これから着用を見せるけど、うん、ね、肩も全然余裕あるんだけど、普通にめちゃくちゃワイドってわけじゃないし、でここの身幅もいい感じのワイド感あって、そう、だけど着丈がね、うん、全然長くないというか、うすげえいい感じの着丈感、うん、ね、うん、これ最高じゃんみたいな感じのサイズ感だから、そこをねちょっと見てほしい、うんうん、How can I make it through to you?
Basing it in the words are all that I've got. We can try to just pretend I could hold you once again. Cause I'm scared of feeling lost tonight. When I wake up, it's you that I think of. It's true, it's so obvious. But I'm holding back because you don't want me like I want you. You don't feel me like I feel you. Oh no. And I must confess that you don't touch me like I feel you. はい、ということで、はい、してきたんだけど、うん、やっぱいいわ。いいっすね。ね、これいいっすよ。サイズ感がマジ、うん、まずね、俺なんですけど、はじめ下に US ネイビーのサービスシューズ履いて、パンツがですね、プリズンブルースの、はい、そのデニムですね、うん、履いてから白 の, あの古着の柄の、ね、T シャツ着て、まあ、こちら羽織っただけなんだけど、うん、まあ大体これはシンプルだから、うん、結構本当さらっとこう出かける時とかにパッと羽織れるような、うん、本当秋これから重宝するような感じになってて、サイズ感とね、やっぱ着丈感がマジで良かったね。そう、うん、であとさ、やっぱりシンプルだけど、うん、生地がしっかりしてるから、なんかシンプルに着た方が逆にかっこいいと思うんだよね。これなんか着飾ってる感じじゃないね、うん、これね。 そう、そこがめちゃめちゃいいなと、うん、で生地から安く見えない感じなんだよね、うんうん、でこれね、コットンだからさ、うん、やっぱこのウールとかのチクチク感苦手な人は、うん、そうめちゃくちゃいいんだよ、うん、でこの前俺普通にやっぱちょっと寒くて、うん、これ羽織った時は、うん、夏だからさ、まだ T シャツじゃん、うん、でシャツでこう羽織るときにやっぱウールだとこう長袖分触れちゃうから、うん、結構チクチクしちゃうなって思うけど、これは本当夏とかその薄着の時にこれ羽織ってもいけるっていう素材だから、うん、確かにそこはいいよね。だからスウェット着てる感覚だよね。そうそうそう、本当にスウェットみたいな感じ、うんうん、ヘビーのスウェットを着てる感じだから、裏着じゃないスウェットみたいな感じだから、うん、そう、そんな感じで着るのが一番いいと思う、うんうん。で続いて俺なんですけど、うん、あのバンズのスリッポン履きまして、チェッカーフラッグので、パンツにディッキーズ の, あのペインターパンツ白の履きまして、うん、その上にこのバーバリアンのカーディガン羽織ったんですけど、うん、やっぱこれシンプルにちょっとモノトーンコーデみたいな感じで組んで、うん、なんかそんな感じが一番いいなと思って。本当ね、うん、でそうキャップにロトト の,、うん、あのオレンジの差し色通して着てみたんですけど、うん、やっぱいいなっていうか、なんか袖通した時にすげえ収まりがいいね、これやっぱり。なんか着心地もうわーなんかいいだよね、うん、なんだよね、コットンもいいし、やっぱこのシルエットがいいな、うん、これ、うん、短パンとかにこれただ羽織るだけでも、うん、結構いい感じになるから、うん、それもいいと思う、うん、だって L サイズでこれちょっとカナダさんでさ、うん、絶対でかいイメージ持ってたじゃんね、うん。そしたら日本人の、あ、日本のサイズ感だよね、本当にそんな感じ、うんうん、あとこの裾のさ、うん、の太さも結構いい感じの太さで、うん、ちょっとたまるような感じもあって、うん、そこも良かったな、うん、そう、うん、これちょっといいっすね。いいんですよこれで気になった方は、うん、これ概要欄に貼ってるんで、よかったらチェックしてみてください、はい、でグッドボタンとですね、コメントくださるとモチベーションがあるんで、よかったらお願いします。であとこちらにですね、あのソーシャルメディアやってるんですけど、そちらのフォローとチャンネル登録済ましてない方はチャンネル登録もぜひぜひお願いします。では次の動画でお会いしましょう。バイ、はい。